はい、こんにちは、アイです。昨日、インスタグラムで恋愛についての悩みとか相談っていうのはありますかっていうのを募集して、今日はそれの回答をやっていきたいと思います。横には恋愛マスターのお姉ちゃんと一緒にいます。質問返ししていきたいと思います。はい、じゃあまず1問目、恋人ができたことがなく困っています。出会うためにはどうしたらいいんでしょうか。いや、なんかそこでなんか妥協して別に気に入ってない人と付き合うっていうのって絶対後々うまくいかないことになると思うの。あ、本当にこの人いい人だなっていう人ができるまでとりあえずその出会いの場にめっちゃ行く、あと私は、とりあえず同性の友達からの紹介が一番信頼を受けるからね。韓国の方が朝目かけた時にまた自分を振り向かせる方法なくなくなく、韓国人の男は本当にハンターだね。追いたくて追いたくて。だからちょっと多分韓国人の男性をもう一度振り向かせたいんだったら、多分もう我慢して自分の気持ちを押し殺してちょっとやけもちとかね、焼かせたり。韓国人はやけもち焼かせた方がいいと思う。そうだね、余裕を持たせたら多分ダメなんだと思う。そうだね、好きな人には好かれない点々点々。まあそれもね、さっきのお話の延長線じゃないけど、きっと好きだから多分こう追いかけ、ぐいぐい行っちゃうと多分男の人はハンターだから引きの時間もやっぱ大事なんじゃないかなと思う。それも我慢できないけど、もう本当にもうとにかく先を見てもう我慢して、あ、これを我慢、今日我慢したら明日来るだろうっていう希望を持って我慢するしかないね。攻めの姿勢じゃなく待ちの姿勢で、攻めの姿勢じゃなく待ちの姿勢で。好きな人にデートを2回ドタキャンされて半年連絡も取ってません。諦めた方がいいのかな。諦めるっていうか待つことないんじゃない。待たないで他の人とかいろいろ見ながら、そう、他にいないんであれば、まあ、その人にまたアクション起こしてもいいけど、そうそう、同時進行でやっぱいろいろちょっかい出し続けるから、そうだね。あと LINE の、 あのトップがアイコン詐欺ぐらい燃えてるのとかにすると、結構男の人連絡してくれる人いるよね。そういう人本当やだ。あのプロフィールをさ更新するとさ、タイムラインに載せられることができるから、載せられる、やっぱちょっとこう目の中にこう入るっていうのも、半年ぶりにあれなんか可愛くなってんじゃないみたいなタイミングとか。忘れられない恋の経験ありますか。え、全然今もう絶賛そんな感じだよね。そう、初恋が終わってからもうその辛さを経験したくなくて、こう誰にも心許さなかったりしてたんだけど、またちゃんとね恋愛することになって、まあどっちみち時間が忘れさせてくれるのも分かってるので、時間が経つまで、まあ苦しくてもね、時間が経つまでまあ待って、いろんな人と出会ってっていうことをしてればまた楽になるんじゃないかなと思います。元恋人からの連絡はありですか、なしですか。なし。ノープ。声聞いて。一回終わっちゃった人とどうして何の連絡を取る。しかも連絡取れるような仲だとさ、余計さ忘れるのに時間かかると思うし、やっぱもう別れるんだったらきっぱりもうその人から立つ。だって先ないじゃん、連絡してもその人とね。その人に自信がなくなった時に、俺のこと好きだった女にもう一回確認したいらしい。楽な方に来んなよ。そう。それはその時だからね、好きだったらその時だ。今じゃなくてその時の私があなたのこと好きだっただけでね。お互い年頃で性欲の高い時期でも男女の友情は成立すると思いますか。せーの、しませんしまーす。お互い性欲強い時期ってどういう時期なんだ。え、するんだ。私はする、唯一する人はいる。二人でじゃあコーヒー飲もう、久しぶりに会ってコーヒー飲もうって言って、まあ、最近元気なのみたいなのはありなんだけど、なんかそこに例えばお酒が入ってきたりとか、 100% の友情っていうのは成立しないと思う。私は全然あると思う。でもなんかまあ暇な時とかお互い友達紹介してよみたいなスタンスだから、だからなんかまあご飯食べたりその近況報告みたいにしたりしても、でも人による本当に。でしょ、人によるんだけど、だしそういう男友達に出会えることの方が少ない。少ないよね、多分新規の男でそれはめっちゃ難しい。確かに。そうだね、あと学生時代の友達なら。あ、そうだね。デート何回目で告白すべきですか。
え、何回目ぐらい？私はいいって思ったらもう1回目にいいよっていう。付き合う気なかったら会いとかなんかないんだけど、まあでもその付き合うためにもっといろいろ知りたくて、知ってから付き合いたいっていう感じなんだな。お互いのその感じを見て、あ、この人今全然興味ないんだなっていうのに告白するのはちょっとね、チャレンジャーだね。別に何回っていう回数は特にないと。どうしたら彼女ができますか？男の人ですね。男友達は私は大事にした方がいいよって言いますね。でもなんか彼女欲しがってる人ってなんかすごいこうこだわり？ああ確かに。みたいなのがすごい強い人。そんなにこの子なんかなって思う人のいいところを見つけたりしたらね。うんうん、そうだね。まああとはね、いろんなね出会いとかをね。彼氏は欲しいものの好きな人ができない女の人ですね。好きな人できないか。でも別にいいんじゃない？それも。いや私もいいと思う。でも彼氏は欲しいんだ。そうなんだよね。彼氏が欲しいんだけど、彼氏候補になれる人がいないってことね。そうそう。なんかめっちゃいい時間だと思う。え、そう。フリーを楽しむのも大事だし。逆にその時間があったらもっといい人と付き合いそう。そうだよ、そうだよ。素敵な出会いが待ってるんじゃないかなと。逆に彼と別れたけども悲しくないの。好きじゃなかったのかな。別れたけど、まあ、次の日から別になんともねーって感じなのかな、ね、いい出会いだったんだなって思えるんであれば、それも全然いいと思う。彼氏に二股されてたらどうしますか？もう本当にいらないよね、そんな人。いらないなんて思えないから苦しいんだよ。そうだよね。そうだよ。私にもなんか原因あったんじゃないかなと思っちゃうよね。でもね、そういうわけじゃないんだよ、ね、そういうわけじゃないんだよ。そう、全然関係ない。その人、そんなクズ男だったんだろうね。そう、罪ない、マジで。ドイツ在住の台湾人の彼女がいます。離れていても楽しめることって何かありますか？つらーい。ねえ、会いたいよね。そのテレビ電話とか。そうだね。なんか写真送り合って思い出話したりとか。逆になんか今 SNS だからこそ手紙送り合ったりしても楽しいかもね。あ、確かに、ね、あ、素敵。それをすごい待つ時間も楽しいし。ウェイ店員さんで気になる方がいるんですが、どのように声をかければいいですかね？いいな。いいな。私もなんかスタバに気になる店員さんがいるんですけどっていうの見たことあるの、ツイッターかなんか、うん、手紙とか渡して、うん、え、キモとか思われたらさ。え、思うかな。また手紙のやつ来たとか言われることになったらもう二度といけないぞ。なんかそのカフェ。確かに。あ、でもそれで、ね、そしたらカフェの同性の店員さんとまず友達になるっていうのを見た。なるほどね。からじわじわ行くっていうのを見たな。でもやっぱ、でも常連さんって結局顔を絶対に働いてる側は絶対覚えるから、みんな知ってるよね。みんな知ってるから、うん、そうだね。その作戦が一番いいんじゃない。教習所卒業しても共感マジックは解けません。そもそもマジックなのか否かも分からず悩んでいます。好きになっちゃったら、そう。え、でも分かる。バイトマジックみたいな。分かる。先生好きになったことある？ない。少なからず絶対先生マジックも教習所先生マジック、うん、もう絶対にあると思う。あると思う。あると思う。今まだ学生だからやっぱこう大人にこう出会う機会とかも少なかったりとかさ、やっぱ社会に出て本当にいろんな大人とかいろんな人と関わるとやっぱ自分も成長していくっていうのもあるから、二十歳になってまたその時、じゃあ例えば先生から連絡来ました、それはどう感じるかはその子を。あ、でも違う。質問が迷惑でしょうか。迷惑じゃないでしょ。嬉しいよ、そんなの。だよね。嬉しいよ。でもう一人の方は教習所マジックなのか、あ、分からないって。それはまあマジックだよね。マジックですね。私も店長マジックあったもん。あったよね。あったけど、私が20歳、それこそ本当に20歳になって店長にあったの。そう、うん、私の綺麗な片思いの思い出としてしまっておきたかったなと思って、うん、絶対あると思う、うん、だから絶対にそのマジックから逆に解かれない方が、うん、幸せだよね。幸せだと思う。姿出せない、顔も性格も寝顔も見られたくない。本当に愛は寝顔ブスなんで。え、そんなんで嫌われるんであれば、私はそういう人は嫌わないんだけど、あまりにも嫌すぎてお姉ちゃんながらになんか見たくないぐらい。引く。本当に私寝顔ひどいけど、あんまり気にしたことない。なんかなんでこんなに人間って崩れた顔できんのって。そういうのを愛おしいってこう思ってくれる人が絶対にいるはずだから、うん、そうだね。なんか作った自分が本当の自分になっていくこともあると思うから、この人の前ではいい子でいられるなみたいな、うん、いい意味でね。あ、はいはいはい。
自分が別に大丈夫であれば別に作ればいいけど、それがもうめんどくさいとかめっちゃストレスになるんであれば、いいもっといい人いるよね、はい、自分の素、まあでもその相手に素を見せてみて微妙だなって感じの反応であるんであれば、またいい人いると思うし、絶対いる。片思いしています。相手は彼女いるかも。私ギリギリまで彼氏彼女いるのって聞かない方がいいと思う。なんだろう、いるって言われたらもう終わりになっちゃう。確かに最悪やった後にえ、彼女いたの、え、黙ったの責任取ってよ彼女いるかいないかぐらいの関係であれば、そこからまだ、ね、距離の縮めよう全然あると思うし、もう少しこう距離近づけてみたら全然微妙だなこの人と思うこともあるし、うん、人を深く好きになれません。最近は興味が持てないです。結婚適齢期なので少し焦っています。ない、ない。結婚相手として第一で考えてみるなど、こう視点を変えてみるのも結局さ、深く恋愛して結婚したからってうまくいく、そうよそうよ、なんか冷静に見れていいかもね、うん、逆に恋愛って本当に盲目っていうかさ、そう本当に全部よく見えちゃうから、そう冷静に見れなくなっちゃうから、うん、そのぐらいのね、彼氏に愛されてるか不安になります。愛ちゃんはどんなことに愛を感じますか。愛されてないんじゃないかなって思わせないことが一番大事なポイントであって、男の人も、まあ、女の人もそうだけど、彼女が言うセリフで意味が分かんないのが、私のこと本当に好きっていうことなんだって。うん、ね、うん、男の人好き、愛してなかったら一緒にいねえしみたいな、うんうん、みたいなところがあるわけだから、そういうことをあんまり考えさせないように努力してほしいよね、彼が。でも、来てって言った時に来てくれたり、会いたいって言った時に会ってくれたら、うん、なんか、まあ、それだけで、そうだね、愛を感じる、うんうん、なんかその時めんどくさみたいな感じでやられたら、それが一番、あ、なんか私のこと好きじゃないかなって思っちゃう、ね、会えるのに会わないってやつ。そうそうそう。でもさ、男の人って絶対ゲームやりたい時もあるし、友達と飲みに来たりもあるじゃん、うんうん、みんな考えることだと思う、うんうん、女の子、私たちもね、はい、恋したいです、恋したいです、恋しましょう私もそうだけど、焦らずね、いい恋愛みんなでしたいね。まあ今日はお家で撮れるこう恋愛相談っていう風にしたんですけど、皆さん本当にコロナが結構深刻な状況なので、なるべく外出を控えて手洗いうがいもしっかりして、ね、健康にということで、皆さん今日も動画ありがとうございました。れいちゃん、あ、動画見てくれてありがとうございました。れいちゃん、覚えました。じゃあね、また次の動画で会いましょう。汗だくになっちゃった